こんにちは、川田です。朝会始めます。4月4日月曜バージョンです。 このコーナーでは米国株式投資に役立つ情報をいろいろご紹介しておりますということで、まあ、長短金利が逆転したんですよね。まあ、厳密に言うと今,年3回今回のサイクルでは3回目、まあ、それでも株は上がりますよ、上がってきたよという,ようなのことをです、ね、お伝えしてみたいと思います。で,です、ね、えっと、この人生を豊かにする日経新聞の日経の読み方ということで、2回目が終わりました。私としてはです、ねまあ、自分の思うところが少しはできたんじゃないかと思っております。で新聞のの中からです、ね、この歴史 金融、地政学、政治学、学力と経済力、暮らし、教,教養と、まあ、こんなようなことでですねやってみたいと思いやりました、今回は。 でですね例えばということで、あのこの教養のところで、ですね世の中にはあのカラマーゾフの兄弟を読んだかどうかということで、ですね2種類の人間がいると、まあ、私はカラマーゾフ読んでないんですけど、罪と罰読んだ時に、えっときに、これはあの神山先生、東京外語のです、ね、元学長の神山先生の本からこの、こういう本があったので、中には、ロシアにはなぜ大酒飲みが多いか。 大酒飲みが一番善良な人間だとかですね支配するですね麻薬なのかあの支配の道具だったそれから人民をおとなしくする麻薬だったの麻薬なのかと、まあ、こういうようなところが面白いと思いましたそれからあの私の履歴書はですね小松の野次さんですよねで野次さんについてはですねこんな感じなんですけどもえー、っとこの 株価はですコマツの株価は金融危機の前にずいぶん上がりまして、その後は横ばいなんですよね。ですけども、この金融危機を除きますと、ですねあのキャタピラーともですねあの立派に。 勝負できる、まあ、いい株価業績になっておりますただし、金融危機以降ではですね、えー、SP とキャタピラーがよくの上がって小松はこんな感じ。ADR を取ってみてもさ,さほど変わりませんというようなことをお伝えしておきました。それから岸田首相は福田屋の料亭に先週1回行っておられて、ステーキハウスの,あのピーター・ルーガーにも行っておられます。で、えーっとまあ、視聴者の方からですね、自分には難しくて咀嚼できないような問題を関係 問題や関係ないと思っていた記事も、えー、理解することができましたと、それから文化的、歴史的な背景を踏まえて読むことや、ライターのバックグラウンド,知ウンドを知った上で読むことが大事と、それからこの方はですね、まあ、この方は若い方なんですけども、新聞に線を引くところから習慣にしていきたいと思います、そうです、で来週も楽しみにしていますということで、本当にありがとうございます、それから記事の詩チョイスが秀逸ですね、こんな記事あったんかいなと。 も思ってしまったとまあ、こういうことをまあ私はやってみたかったというのがあります。それからメルマガはですねこんな感じで今書いております。それからまあいろんなご意見いただければと思います。それからえー、っとこれはオンラインサロンの企画ですがオンライントーク 毎週水曜の夜8時ですが、これはですね、研究員からですね、ウクライナ戦争が農業部門へ及ぼす影響に関する確認ということで、こういうシナリオでですね、合計何十ページかな、何,何十枚のスライドをいただきまして、その方のお 研究員の報告を聞く覚悟でいや悟じゃなくて、いやあの、本当に楽しい企画なんで、えー、楽しみにしております。で、まあ、これ、は、えー、肥,肥料の会社ですね、こういうものの業績、最後はあの個別銘柄にまで結びつけるというのが面白いですね。それからあの、これもサロンの企画で、えーとあの、9時からの企画じゃないんですけど、10時からの企画はですね、これは、えー、と白井さん、薄井さんがですね、えー、とこの、 この日経新聞の,あの企画リーダー,リー,ダー,リードを務めていただきます。それから、マルマガの購読方法がこれ、それから、サロンの入会方法がこれです。で、今,年、えーっとまあ、今週はですね、私のメ,メディア出演は鈴木和幸さんと水曜日に出てまいります。で、早速マーケットなんですけども、マーケットはあの先週1週間ではですね、ダウンはマイナス、あとはプラスだったんですよね。あのまあ 4月1日だけありましたから、4月1日はこんな感じあ、2日間あったのか、1日ですよね、ありましたですね。で、年初来、まあ、先週はあのそんなに、あのこのダウだけマイナス、あとプラスだったんで、こんな感じです。はい、で、これが SP500 です。これがダウ、えー、の騰落率上位。で、これがあの1週間に遍見ていただいてます。大型、小型ではどうですか あのラッセル2000が小型で、ちょっと上が,った上がり方が大きかったということですね。であと、セクターではです、ね、エネルギーが下がって、それから、えー、っとこれも金融も下がりましたですね。で、高かったのはこの公益と不動産ですか。で、えー、まあ金利がこれは下がりました。まあ、t i p はそう長いものはこ,これが上がってるってことは、あの金利が下がったということですね。 でこれが2.386というふうに10年債はなっております。これがビックス指数で。超短金利逆転したというのは3月29日と31日にも発生しており、今週に入り3回目ということで、最後、ね、0.7ベーシスぐらいマイナスだったんですよね。はいでまあ、こんな感じでこうずーっと下がってまして、まあ、これはマイナス8ベーシスになってますけど、まあ、こんなところです。で、 直近4回の10年債と2年債の逆イールドでは最初に逆転が発生してから SP500 指数はピークまで平均29%上がってると、まあ、だから不景気が来るっていう確率は上がっても、ですね景気後退が来るっていう確率は上がっても、その前に株価が上がる、それから景気後退を逆転してから18ヶ月とか2年以内とかって言ってますから、それまでに株は上がるんですよね、まあ、なんとも。で、えー、っとこの、これ、オールマイラウンドアップだったんですけども、 自然失業率がコロナのコロナ禍でですね上昇したつまり今まではですね、えー、と今までよりも随分高いところに自然失業率、えー、とこれが労働市場の需給が長期的に均衡する失業率だっていうことなんですけども。 ということは、ですね、えー、と自然失業率というのはコロナ前は4.5%ぐらいだと見積もられていた,いたんですが、昨年末は5.9%に上昇したということは、あの今まではですね失業率が十分低かったのに、えーと、まだまだ緩和姿勢を続けていた、まあ、要はビハインド・ザ・カーブと言われるやつですね、フェドがあの出遅れてるというようなことですね。 えっと、FRB の想定する自然失業率というのは4%、失業率が4%台後半だった昨年秋でも、最大雇用に達してないという、ここが間違いだったというようなこと、もし自然失業率が6%だったなら、 あともう一つ、ですね金,金融が、ね、緩和的だと言われているのは、この実質金利ですね。で名目から予想物,予想物価上昇率北インフレ、北インフレ率とも言いますかね、これを引いたものがですね実質金利がずっとマイナスなんですね。それはですねいわゆる非常に緩和的な状況にあるということですよね。それが緩和的な状況が若干改善は改善というか、プラスの方に近づいてはいるんですけども、マイナス金利というのは、あの あの金融市場にとってはプラスに働いているということです。で、今回の株式市場の反発の要因、まあ、このえっと3月8日ぐらいですか、えっと、マイナス金利の実質利回りがまだ低いということですよね。まあ、そんなようなことがまあ影響してるんではないかというようなことを言われています。あと FOMC ですけども、えっと、この,です、ね、5, 月の5月4日か ですよね。えー、の FOMC で利上げが実施される確率は100％、0.5％利上げの確率が7割強ということになっております。で年末にはですね、えー、っと2.5から2.7の間であろうという,うあの。 投資家がですね、7割を超えて7割を占めているということです。それからこれはあのえっと日経に出てたんですけども、来年の7月まで、つまり来年の7月のえー、っと FOMC26 日ですかにはですね、先々までにはですね、政策金利が3.75から4%になってるという人がおこれ25%もいる。 まあそのもう25.25 25低いところにですね29%の人がいますから、まあ、ここからガン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 引き締めしていってもです、ね、で、まあポツゴが何回ぐらいあるのかな、まあいうことになろうかということなんですそれはあのフェドが、ねえー、2.75だって言ってるのとは、ずいぶんかえー、と随分乖離がありますよというようなことです。 フェドはずいぶん遅れてるわけですよね。投資家の方がは先走ってる。で,でも実際、フェドのアクションはですね、今の予想よりもぐっと早いかもわからない。まあ、そういうようなことですよね。で、今回、金利を上げたのはですね、あのやっぱりよく似てるのは94年の2月から95年の2月までの7回3、3%上げたと、まあこういう。ここが成功例というふうに言われてるんですけども、実はこの時にえっ、ー、に、こうですね、同じ民主党のクリントン、えーと このクリントンはです、ね、11月の政権1期目の最初の中間選挙で民主党は上下両院の過半数を共に共和党に明け渡したと、まあ、こんなようなことがあの、まあ、バイデンさんの頭の中によぎっているはずなんですよね。はいでまあ、あの94年の時はもう株はちょっと下がりましたけど、その後、まあ持ちこたえて95年以降の長期の上昇相場につながるということです。 でもうこれが一つ、あと一つはですね今あの、SP の季節,季節性からすると、4月はよく上がると思っておいた方がいいということですよね。一方、ですねこれ大幅下落からの,あの反転は、ですね、えー、と景気交代懸念を織り込んだ2011年と1 8年では、やっぱり20%ぐらいで止まって、まあ、こんな感じ、ここからは右肩上がりになってきたと、過去2回はですね。 とということですあと、ですね不動産市場のことについて結構話題になってまして、今、30年債の金、えー、と借り入れ金利がですね4.67にまで上が,上がってしまったんですよね、モゲージレート、ここが、ね、どういうふうに影響するかというのが、まあ、あの投資家の,あの注目点です。 あと、これ、出たのはです、ね、やっぱりアメリカでもですね、えー、と住宅投資、つまりあの住宅購入っていうのは、資、あのー、産形成のまあ基,礎基本になるもの、十分、というようなことなんですよね。えー、ここである事例でということで、買った家の値段が20倍の値段で勝手に現金,現金あの20倍になったとで。それが彼らの貯蓄になって、快適な老後を送ることになったと。 ということなんですよね家が20倍になったんじゃなくて、この,あのダウンペイメント、自分の払った最初のお金が20倍で返ってきたということではないですかね。でえー、とただし、1972年から昨年までの年間リターンは株式が12.47%だけども、住宅はです、ね、ケ,ールケースシラーでいくと5.4%、5.41%。 21年までのリターンは17%弱が株式で、住宅は7.38%、要はね、えーと、住宅はそうはいっても株の半分しか上がらないというのがこの記事の趣旨だったんですよね。まあ、ということなんで、えー、まあ,あの、株よりあの、住宅より株ということです。であとですねこれ一つあの のは最近あの株主利回りというのが時々、新聞にも出ますしメディアでも言われるつまりこれを配当利回りと自社株買いの利回りを,利回りをです、ね、足し合わせるとあの株主利回り。 で SP500 の中の上位利回り、あの株主利回り上位は、ですね一番はヒューレット・パッカードだったっていうんですよね。で、えー、っとこれ、株主利回りは22%近い、まあ自社、自社株が大き,大きいわけですよね。あとはエネルギーのパラソンマラソン・ペトロリアムが15%、それからあのシーゲートがですね、これは13.8%、どちらもですね。 株式あの、配当利回りは大したことないですけども、やっぱり自社株買いのが大きいと、まあ、金融セクターでもそういうことが言われています。まあ、ここ、だからということで、これ、株価を見ますと、過去5年の株価を見ますと、ですね SP がこれで、これ前あの、モルガン・スタンレーだとか、ヒューレットだとかですね。 シーゲットだとか、まあ、こんな感じのありますけども、まあ、そんなに目立ったあの SP に比べて抜群にいいとかって、そういうのはないんですよね。まあ、ですから、こういう保守的な運用をするときに株主入り回りを注目したらどうですかという、そういうことです。あとマイクロンがですね、えっと、これはバロンズに出てた記事なんで、あのマイクロンがいいよという記事の中で、先週火曜日ですか。 えっと、30日ですかね、えっと、29日に決算出したんですよね。で、まあ、株価上がってますけども、高値から10何でしたっけ、えっと、下がってるんですよね。で、実はこのぶんこういう銘柄はですね、えっと、予想売上高倍率、PSR は約2倍しかないあの、飛んだり跳ねたりのハイ,あのハイフライングはですね、 30倍、40倍という銘柄もずいぶん昔あの、ちょっと前までありましたですけども、これ PSR は約2倍、それから予想株価収益率、えー、PER は6.5倍とい,いうことですから、ずいぶん安いんですが、それでも株価は年初来16%下落、まあ、あのなんというかよく上がったり下がったりするということで、あのバリエーションは、つまり PER は高くなりにくい銘柄、でもここは買いだよということなんですけど、私はやっぱり半導体の中ではですね、 NVIDIA か ASML じゃないかと思ってますけどね。はい。で、これが、えー、っと、ここからは普通のいつものやつで、主、え、要、ー、指数です。それから、これが1ヶ月、年初来。これが過去1年。で、これが業種別で、不動産とユーティリティが高かったのは先週です。だけども、ってまあ、過去1ヶ月も高いですね。エネルギーがここに、ここにいて、えー、金融がここにいると。 で年初来ではエネルギーが高いというのがあります。今週はですね、ここなんだっけな、金融政策決定会合の金融政策あの議事用紙が出ます。これで、なんか、り上げのヒントが得られるということなんですよね。で、えっと、箱田さんとのです、ね、対談はいつものように火曜日に予,想あの週予定しています。で、これ、プレミアム会員、オンラインサロン、メルマガのもう、うちの商材といいますか、サービスをですね、随分、あのずいぶん全部、 購入いいいただいている方で、えー、っと私のことはですねマネックスのセミナーでお知りになったと大倉博士のことやですね、えー、まあ全てまあご覧いただいているという熱心なあのあの、まあ、方なんですが。 えと私の話に本当に納得し、素直に実践していると、塩目での箱田さんの話でも2022年は厳しいと思ったので、えーとまあ、要は個別目柄を話していって、SP500 がナスダック100のインデックスに同時に売った瞬間にという、ここが大事なんですよね、ポジションを減らさずにということで、で年初来からの厳しい局面も大きく下がりましたが、一度もマイナスになることなく、何もしないで勉強に時間を費やすことができました。まあ、それからあの、うん 1>, 1万3500円ぐらいの時のナスダックでですね、えー、まあ、ドキドキしながら買いましたと、本当に、まあ、こういう方は、あの本当、ありがたいです。で、えっと、この、えっとこ、うちの商品はですね、メルマガ、サロン、それから塩目のプレミアム会員と、まあ、まあ、こういう3つになっております。はい。で、えっと、目ですけどね、ここからもうちょっと上がるんですけども、まあ、今週も強いかなと、まあ、目は、目はね、強いかなと思っております。 でこれが株価ですけども、どうですか、私のは金曜日は悪くなかったんですよね。まあ、999よりも上にある銘柄が多いですよね。週刊ではですね、999がここですんで、それよりはまあ,あのいいのも悪いのもあるということです。で、まあ、年初来はですね、私のはですね、まあ、あんまりここ、えー、年初来、まあ、こんな感じですよね。はい で、個別銘柄のチャートです。はい。以上です。あの？9時からのですね。日経のあの人生が豊かになる日経の読み方っていうんですか？ 私、これ、勝手につけたんですけど、これ、ぜひですね、まあ、無料ですし、PTX で、えー、っとこの参加登録いただくとありがたいですよねで。なんでこれやってるかというと、本当に嫌味なことを言うとね、皆さんがよく株で損しすぎるからなんですよね、正直言いますと。なんで株で損するかというと、やっぱり YouTube のね、あの、あんちゃんの,あの、なんかニュースを鵜呑みにしてですね、 自分が何をどういうアクションを起こしているかということを知らずにです、ね、高いものを、バカ高いものをずっと買ったり売ったりしていると、一方、それと資産形成はずいぶん違うよというようなことで、それを気づいてほしくてやっているというのがまあ一つ。 あと一つはですね、やっぱり日本の社会人として、日本人として、これから学生、社会人になる人、学生さんにですね、日本人とは何かというのをですね、まあ私なりに知ってほしいというので、その教材として日経がいいんじゃないかと、あれを鵜呑みにするということではなくて、あの読み方を一緒に勉強しましょうというようなことでやっております。ぜひ、PTX で日曜、土曜日午前9時からの企画にご応募ください。あの ご登録くださいということですそれではどうもありがとうございました失礼します